本日のメインイベントグレーテスト K クラブ認定ヘビー級選手権試合、青コーナーより挑戦者天草千穂選手の入場です。コーナーより最強王者グレートタム選手の入場です。タイトルマッチ宣言。本日2024年中洲祭り大会にて行われる天草千穂対グレートタムの試合を九州プロスタイルレスリング連盟 KW が認可し、九州産業大学プロレス研究部が認定するグレーテスト K クラブ認定ヘビー級選手権試合であることをここに宣言する。令和6年度10月26日九州プロスタイルレスリング連盟 KW 九州産業大学プロレス研究部を指定します。続きましてチャンピオンベルトが一旦変化されます。現在グレートタムが腰に巻いていたこのベルトを返されまして、そしてこのベルトをかけてこの両者が戦います。最後に立っていたものにこのベルトが巻かれます。お膳立てが整いました。本日のメインイベント、もはや中洲祭り名物 KWF 最強者決定戦、今年もここで決めさせていただきます。グレーテスト K クラブヘビー級選手権試合、時間無制限一本勝負を行います。高校の挑戦者165センチ60キロ、天草千穂。コーナーグレイテスト K クラブ認定ヘビー級王者、身長体重不明グレイトタム、スカルモンスターグレイトタム、レフリーとレフリーファースト。先ほどのセミファイナルに引き続きまして、実況は私仮面タイガーブラックがお務めさせていただきます。そして解説にはですね、先ほどセミファイナルで落ち込みは破れはしましたが、白井伊予などの選手にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、
人気ですね。ありがとうございます。羨ましいな。さあ、多分またマスク変えたね、はい、さあ始まりました本日のメインイベント、グレートソケイクラブにてエビ級選手権試合、時間無制限一本勝負、チャレンジャー天草千代さん、チャンピオン、グレートさんです。はい、ありがとうございます。何度もお伝えしますが、はい、かつて10年前ですね、ちょうど10年前、はい、そうですね、この2人がチャンピオンベルトをかけて戦ったんですよ。はい、そうなんです。当時同じ状況、グレートタブでチャンピオンで、はい、天草千郎がチャレンジャーだった、はい、昨年はですね、逆でしたよね。そうですね、学生当時にの先輩と応援戦をしていた、はい、そうですね、グレートタムがチャンピオンで昨年挑戦したのは岡田大魔王でした、はい、そして見事グレートタムが防衛を果たした形でございます、はい、さあその10年前の再現となるのか、そうです、ね、はたまた今まで伝統を守ってきたこのタムの意地が刺さるのか。タム選手もベルトを取ってはい、いろんなものを乗り越えてきてますからね、5、6回防衛してますからね、そうですね、もう絶対王者といっても過言ではない、はい、何分こう、なんと言うんでしょう、白井雄選手もですね、はい、何度か挑戦をして、ね、まあ、惜しくもですね、はい、敗れたというところがあったんですけれども、グレートタムの強みとはどんなところですか。いや、もう、なんていうんですか、はいはいはい、内から出るオーラとか、はい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 、もう肉体的な強さもそうなんですけど、はい、やっぱり戦ってて非常に、そうですね。普段はしゃべると下ったらず何言ってるか分かんないですよね。そこはまあまあ。さあ一方の天草千郎に関してもあなたの先輩ですよね。そうですね。僕の直属の先輩です、ね。はい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 。もう本当にですね。あの小さな体にどこにそんなに体力があるんだろう。そうですね。いうようなもうファイトスタイルですよね。スタミナのお化けですかね。はい、スタミナお化けですね。今年の春に行われたトーナメント、はいはい、ワンデートーナメントで、はい、8人の選手が登場して、1回戦、準決勝、決勝と、はい、決勝まで進んだ選手が1日3試合するわけなんですけど、1日3試合ですね。1日3試合して、メインイベントの、決勝戦では、天草千郎30分超えの大一勝を繰り広げたと言って、もうどこにそんなに体力があるんだと、もうやられても立ち上がってきてという感じですね、はい、ゾンビのような仕事だと思っておりますのが天草千郎、まあ、名前の通りですね、はい、熊本出身でございます。なるほど、そっちですね、はいはいはい、千郎の方変わるのかな。さすがにね、なるほど、この試合では、はい、そういったことはやめときましょう。なるほど、この序盤、はい、まあ、ゆっくりとした立ち上がりですけれども、ね、まあ、タイトルマッチらしいというか、はい、このお互いのですね、技量を測り合うような、まあ、最近はあんまり当たることがなかったんじゃないかなと思いますね。この10年間の空白を埋めるかというですね、肉体言語で語り合っておりますね。そうですね、はい、これが一番手っ取り早いんですね。はいはいはい、はい、この10年間何をやってきたかということですね。そうですね、何分タムはくっしゃったらずですからね。なるほど、何言ってるか分かんないので、やっぱ殴ったり蹴ったりする方が早いんでしょう。分かりやすいと、はい、ちょっと、ほんと、はい、いや、お客さん、これ冗談抜きでですね、すごくリング上で対峙するとですね、はい、もう怖いんですよね。そうですね、はい、もう何を考えているか分からない、はい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 、体格を生かした素早い動きですね。そうですね、そうですね、本当にグレートタイムはパワーといいますか、テクニックといいますか、す、ね、本当に当たりどころを分かっているレスラーに対しまして、はい、天草千郎はその持ち前の身軽さ、そしてスピードを生かした形で試合を進めていきますので、本当にこの両者が好対照な2人なんですよね。そうですね、まさに一と陽と言って、はい、色もタムが黒くて天草千郎白いですからね、はい、色白か色黒かってことですね。さあこれはタムの意地か、挽回していく、はい、タム選手も体を見ますとですね、やはり普段より絞っているなというような感じが見受けられますね。めっちゃ下げて上がるか、タムがやり返していくとして、ロビーの手フラッシング、
5分経過、5分経過。さあ早くも試合時間5分が経過してまいりました。あっという間ですね。もう5分ですか。はい。なお作ってる時もこんぐらい5分が早く経てばいいですよね。そうですね。江戸さん、江戸さん、お互いの気持ちを確認するかのように煽り合ってますね。はい。おっと、このサブドラに響くスイッチポイントスイッチということで、さあこれはもっと野球部、はい、野球のような投げ方ウィングで、はい、ヒントのライト8番でしたね。グレッタ選手、あの体格差が高いですね。お互い気持ちが光り合う、固くしているこの瞬間、スタート、シングルシャカ、しかし地獄好き、おっとここは負けない。さあここですよ、この意地がですね、天草治郎選手の持ち味ですね。いやタム選手ですね、本当にもうあの打撃何発入れても本当に動かないんですよね。そうですね、渾身の力。ここはクイックで、はいはいはい、やはり力を使って投げていくよりも、やはり瞬発力、少しスピードを使って投げていくと、はい、まあ、身長もですね、はい、あの低い方であるので、はいはいはい、バッサーを使うよりスピードで投げるというですね。そうですね、はい、逆に早く投げられることによって受け身が取りづらい場合は、そうですね、もうタイミングわかんなくなります。はい、さあ今のところ一進一退の攻防が繰り広げられております。はい、さあグレッタム選手、はい、最近はですね、はいはいはい、九州だけではなくて、ね、そうですね、関東の方でも活躍されているということで、はい、関東の方でもベルト取りましたからね。そうなんですよね、日韓王者だったんですよね、はい、一時期ね。あっとここはロープに走って、おっと、これは見切れたか、しかし、はい、ラムも譲れない。さあロープに打って、さあこうして、はい、軽量式会場を押しております。お客さんお下がりください、大変危険です。さあこれはシャッターチャンスです。天草四郎が場外のブラッサー飛んでいきました。天草四郎が選手戦を制したというような形ですね。天草の夜空に持ってきましたよ。変えますね、変えますね。ちょうどカルトタイマーのマスクだけ見るというね、基本な光景が、そして逆の光景の魂がいるというね、どうぞ。ここはまだ一進一退のように、そうですね、場外こう空中戦でですね、あの天草治郎が先手を打ったかと思ったんですけれども、やっぱり上がってくると場外での、はい、打撃戦が響いているという感じですね。
ですよね。もう食らったらすぐに返す、はい、でスタート、これはこういうところですよね。はい、このキックの動き、そうですが、緩急というのが大事ですね。応援してやる。あの天才打者イチロー選手が言ってました、はいはいはい、一番速いキロを投げるのは星野だ。なるほど、星野は90キロにも満たないスローカーブを使うことによって120キロのストレートがより速くてくる。なるほど、10分経過、もう10分が経過してまいりました。さあ、はい、さあここは立ってこいよということ で、ね、そんなもんかと、はい、さあここは ベルトを取ったのも、はいはいはい、何年前ですかね。2018年でしたからね。それ前ですか、はい、もう6年前になります、ね、6年前ですか、はい、1年生が6年生になりますね。なるほど、もう小学生が卒業するぐらいですね、はい、さあこれも2発目いくか、はい、2発目いくか、ね、しかし嫌がるグレードタイム。さあここはさあグッと動いていった。おっと首から落としましたね。落とし方が、はい、えぐかったですね。えげつない。さあタム選手身長体重不明ということですが、はいはいはい、結構体大きいですからね。だけど毎年人間ドック行ってるはずなんですけどね、はい、なるほど。そろそろ教えてほしいですね。なるほどなるほど、身長と体重は。なるほどですね。さあ立たせておいて、はい、さあここはおっと大体上げるか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 くださいよ。上げるか、これは上げてください。シロー得意だ。おい落ち方でした、ね、いや本当にですね、あの天草千穂にしてもですね、グレードタムに対する気持ちは並々ならぬものがありますから、すね、はい、よりえぐく落としているように見えます ね、 すね、はい、ただで調整してるわけじゃないんですよ。さあ、はい、これは両腕を、レディグリーですか。珍しいですね。珍しいですね。はい、出してきたといったところでしょうか。この引き足を当てるタイミングというのもはいはいはい、ここで駆け引きになってくるんですよね、はい、まあ、どちらが先に打つのか、はい、それだけ温度ができるのか、はい、それで攻撃ができるのか、はい、さあここはおっと振り返して何が、あーっと膝だ、そしてはい、ジャックハマーに行くのかなと思ったんですけど、はい、ファルコンアロー見せていきました。前に落としていきました、はい、さあここは間合いを取っている、はい、何かを狙っていくレードカム、何か狙ってますよ。そしてこれはシャイニングウィザード先行マジック。おっとカウンターツー。さあ徐々に試合が動いてまいりました、ね、はい、やはりグレッツ・サム選手着実に自分のペースに、はい、持っていっております。さあロブ言って、さあこれは先行エースヘッドシザーズ、これまたこの体勢はさあ足をこれはシックスマンナイン。さあ福岡市の市街局番が619になりました。まさに流れ星のごとく、はい、そうですね。
さあ会場から強行コール、会場に向けたじゃないですか、はい、そうですね、この声援があれば選手は何度でも立ち上がれるんですよね。さあここはお客さんの声を力に変えて天草チロ上げるか、しかしダメが読んでいた、15分経過、15分経過。後頭部への打撃ですね、はい、僕も去年食らったんですけど、はい、あの首から下全部しびれました。グレートタムの足にはそのところがあるんでしょうか、足にはないかもしれないです、はいはいはい、試合時間も早くも15分ですよ、早いですね、すごい死闘がこれは、はい、ひっくり返して膝、今天草中央選手何が起こったか、そうです、ね、ちょっとわからないような形でしたね。さあ当たり前の話ですけど膝って硬いんですよね、はい、膝一番硬いですよ。さあここはシャイニングウィザード、なんでしょう、あのグレートタムの膝をわがままな膝元ですか。そうですね、人の頭を蹴りすぎです。タムが右腕を掲げて何かを狙っている、後ろから何かを狙っている、この体勢腕をロックしておいて上げていくか、これはさあ嫌がる天草チロ、綺麗な横十字決めていきましたね、はいはい、若干逆打ちのような形で落としてきましたね、はい、いや勢いもついて威力十分だったんじゃないですか。さあサイド得意のこの体勢です、まずは前に落としていきました、はい、天草チロ、さあここは何か狙ってますよ、そしてそしてさあここははい上げておいて、さあ得意の首をかっきっていく、変形のファイナルカットのような感じですね、はい、腕がぬるりと絡みつきましたね、マルダー、さあ皆さんこっちへ待って、天草チロできなかったね、そうですね、このラインちょっと若干体操の高さが裏目に出てきましたね、そうですね、はい、ワン、さあダウンカウント、ワン、ツー、カウントツー、スリー、さあこのダウンカウント、はい、10カウントで試合が終わってしまいます。そうですね、10カウント以内に立たないと試合が終わってしまいます。さあ先に立ったはどっちか、さあここでセブン、セブン、今日が優位ですね、えい、えいっと、お、体をくっつけて、はい、2人の気持ちが、もう今まさに、まさに交わっている、はい、限界じゃないよ、いやー、ナックルですか、ナックルのような形、はい、意地ですかね、さあ、ここは、負けるわけにはいかない、はい、お互いに膝立ちの状態で、はい、そうですね、対応するかのように、はい、まだ余裕があるように見えますね、はい、いやしかしいろいろ技食らってますからね、そうですね、さあまさに120キロストレート、はい、後ろ耐えれるか、これは、はい、もう一発でダウンしてもおかしくないんですけどね、はい、けれども、おっとカンプリートショット、タームが読んでいた、はい、ここのギアの上げ方ですよね、しかし後ろから、さあこれは、あージャーマン投げっぱなしのジャーマン、珍しいですね、さあ
なおも立ち上がるクレッシングだ。後頭部への膝、まさに地で血を洗う人になってまいりました。ベルトに対する意地がお互い一歩も引かない。そうですね、20分経過。さあ支配時間20分、早くも20分。さあ2人ともですね、はい、射程にこのリングに上がっているわけじゃありませんからね。そうですね、そう簡単に決まるわけにはいかないと言ったような意地が、あーっと、さあなおもおっと、さあここですよ、やーっと右利き、同点食い打ち。さあどちらの底力、はい、どちらの気持ち、どちらの思いが、さあバックを取ってレインメーカーしていろ、さあこれは成長だ、 GT 決めていった、これは私たちも返してきた、はい、さあこの辺りのですねスタミナがもうまさに天草治郎選手といった形ですね、はい、はい、さあ2発目、さあこの辺りは畳みかけてくれた、多分交代じゃん、垂直落下、 GTO エンド、ブラッ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 、返していたのかしら、あの技をですね返せたレスラーもう片手で数えるほどしかいませんからね、はい、それほどの威力、なおも返していく天草治郎選手、カブトスが決まったところで思ったでしょ、ね、はい、しかし返していたのは天草治郎の底力、ね、ウェブカムです、おっと、さあこれは何ですか何ですか、さあ変形の GT をですね横切りして落としていきましたが、これも返した天草治郎、無事にも顔面を蹴っていく、おっとよく攻めてきた、天草治郎タイムですよ。そして自然と湧き上がる治郎コール、はい、いやー会場の盛り上がり、さあ味方につけて着地するという、すごい、この時間帯で着地しましたよ、なんという身体能力、そうですね、そして3打の目の正直タフル、さあここも厳しい角度、さあ勝機を見出したか、あんなフェニックススプラッシュなかなか生で見れませんよ、いや、はい、決まったんですけれども、そうですね、さあここは天草治郎畳みかけてほしい、はい、さあ最高難易度の技も出していきました、はい、まさにウルトラシー天草治郎、はい、ベルトはすぐそこにあるぞ、はい、さあもう指先がですねもう触れそうな位置まで来ています、はい、さあここはなおずっとですね、はい、愛用してきた技ですからね、思い入れもあるでしょう、さあ、さあそして十二分に思いがこめているか、大丈夫か、天草治郎フェニックス、あーっと、ちょっと間が空いてしまった、はい、ちょっと少しだけ時間がかかってしまいました、さあグレートタム選手、便利に剣を引き上げて、さあ、そしてこれは、キーパッシャー、先制式、これはキーパッシャー、さあ、ちょっと、ここは中、山下君を返してきた、さあ、もう意識があるのかないのかも、さあ、ここは、7秒、勝者がコーナーグレートタム、最後はですね、はい、自分はこだわりの頭で、はい、止めましたね、いやお互い
拍手をお願いします。いや本当に凄まじい戦いでした。敗れはしましたが、あなたたちよりも大きな拍手をお願いいたします。それでは勝利いたしましたグレートタム選手へチャンピオンベルトが贈られます。見事防衛を果たしたグレートタムの腰にまたグレートスペクラムにてヘビー級チャンピオンのベルトが戻ってまいりました。続きまして中洲南教会様より勝利者賞の贈呈でございます。続きましてトロフィーが贈られます。さあそれでは皆さん勝利を収めたグレートタムのマイクを聞きましょう。まずはこの2日間見に来てくださった方々本当にありがとうございました。ありがとうございました。違う泣くなよおい。ちょうど10年前か、俺が当時現役のベルト持っとって、お前が一人だけになって、今いないけど赤い空と山上と俺を倒してのし上がってきたお前を本当に誇らしく思うし、こうやって10年後ここちょっとベルトは変わったけどお前と俺でベル戦をできて俺は本当に楽しかったよ。プレス続けてくれてありがとう。あなんか喋る。さあ天草チルマのマイクを聞きましょう。タブさん、あんた頑張りすぎだよ。大食い会長もやってチャンピオンもやってあの動画も全部タブさんが作った。頑張りすぎだ。だから今日は本当は勝ってチャンピオンの重責を俺が担いたかった。後輩の壁としてタムさんの代わりに俺が立ちたかった。でも勝てなかった。だからそのベルトは俺がまた挑戦して次は絶対取るからな。皆さん本当に2日間ありがとうございました。プレス研究部、ここ中洲祭りで行う清流公園の試合は今日で幕を閉じます。
29年間この中洲祭りでいろんな物語、いろんな思い出、ここにいるお客さんと皆さんで作ってきたと思います。また来年場所がちょっと変わるかもしれない、できるか分からないけど、また中洲祭りで皆さんと僕たちプロレス研究部一緒に思い出作っていきましょう。この2日間ありがとうございました。最後にプロレス研究部恒例の1・2・3ダーで締めたいですけど、ここ清流公園は今日で終わりなので、今日試合した関係者の皆さん、リングに上がってみんなで一緒に締めましょう。さあ、皆さん、試合に出たレスラー、関係者の皆さんもリングに上がりましょう。ってきてください。松本さんも上がってきてください。金玉せー、金玉せー、金玉せー、パルコお前はいいぞ。坊主虹、上がれ。鉄王、ナイスファイト。もうどうかわいい。松尾さん、佐藤さん、じゃあ皆さん、プレスキック恒例の一二三だ。いや、今日は中洲だね。この中洲祭りを締めたいと思います。皆さんご起立お願いします。行くぞ王だぞ、行くぞ王、中洲ターだ。皆さんいいですか、行くぞ中洲ター。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この日で29年間いろいろな戦いを繰り広げてきました中洲祭り清流公園大会は一旦幕を下ろしますが、我々九州産業大学プロレス研究部、そして九州プロスタイルレスリング連盟目玉ライフはまだまだ突っ走ってまいります。来週11月2日3日4日の3日間は東区柏市にあります九州産業大学の学園祭カッシー祭が取り行われます。そしてその次の週11月9日には早楽西進でございます。西南学院大学の